でも、いいわ。あなただけよ。さ、お入りになって。どうぞ。世界中どこでもネスカフェ。ネスカフェでおなじみのネッスル日本がお送りする夜のドラマハウス。あの人は悪魔、私を。今週のテーマは優しい悪魔。優しい悪魔、我ながら自分の物忘れの激しいのには嫌になります。会社の決議事項とかお得意さんとの約束、そういうものは忘れないんですが、それをメモした手帳とか財布、車のキー、その他細々としたものをしょっちゅう置き忘れちゃうんですよ。それも大抵自分の部屋でなんです。さてと、手帳はある、財布もあると、車のキー、ああ、またどっかやっちゃった。困ってる困ってる。ねえねえ、今朝は何を隠したの？車のキーよ。夕べ下駄箱の上に置いといたのを本棚の隅っこに持ってっちゃったの。おかしいよな。確かに下駄箱の上に置いたんだけどな。見て見て、夕べ履いてたズボンなんか調べてるわよ。誰？今笑ったのは誰だ？僕はその時、よく物を置き忘れるのは自分のせいじゃないぞと思い始めたんです。子供の頃、おばあちゃんが言ってたことをふと思い出したからです。おばあちゃんによれば、部屋で物がなくなるのは部屋に住み着いている小さな悪魔がいたずらして隠しちゃうからなんだそうです。ねえねえ、私たちのこと疑ってるみたい。車のキー、早く元のところへ戻した方がいいんじゃない？それはおかしいわよ。彼、下駄箱の上は3回も探したのよ。今から元へ戻したら不自然よ。結局、車のキーは本棚の隅から出てきました。おばあちゃんの言ってたことは本当です。僕の部屋にも物を隠すいたずらな悪魔がいるに違いありません。だって、前の晩、僕は車のキーを絶対に下駄箱の上にガチャンと放り出したんです。その音まで覚えてます。さあさあ、本日は安売りデーだよ。野菜はどれでも1籠200円。じゃがいも、きゅうり、玉ねぎはいかが？安いよ、安いよ。スーパーの前を通りかかった時、僕はひらめきました。玉ねぎです。玉ねぎを買って小さな悪魔たちに復讐してやろうと思ったんです。玉ねぎでどうやって復讐するんだ？それですよ。ほら、例のドラキュラ。あれはニンニクの匂いに弱いでしょ。だから、そういう悪魔の類は、ネギ類の強い匂いには参るんじゃないかと思ったわけ。実は、僕は明日から半月ほど大阪へ出張するんです。安サラリーマンのよく西日の当たる六畳を一間に、半月も玉ねぎを放っておいたらどうなるか。悪魔ども、今に見てろって。ねえねえ、ちょっとこれ何の匂い？ゴルフバッグの横の方から匂ってくるわ。クッキーの箱よ。ほら、10日くらい前に彼が冷蔵庫の上に置いたのをみんなで隠したじゃない。あたしこういう匂い弱いんだ。あたしも怖くてもげそう。鼻がますます匂うわ。早く帰ってきて。やりました、大成功。僕は部屋に住み着いていたいたずら悪魔をついにやっつけたんです。それからというもの、部屋で物がどっかへ行っちまうなんてことはただの一回もない。それが悪魔退治大成功の証拠です。ざまあ見ろって。だけど、半月ぶりで大阪から部屋に戻ったときは、いや、凄まじかったな。
今思い出してもおげほげほ。みんな大丈夫？なんとかね。ねえ、私ずっと考えてたんだけどさ、彼わざと玉ねぎをクッキーの箱に入れて私たちに復讐しようとしたんじゃないかしら。許せないわ、絶対許せない。今度はこっちが復讐する番よ。ねえ、彼の一番大切なものを隠しちゃいましょうよ。一番大切なものって何かしら。あれはどうかしら。あれって何？お耳貸して。よく寝た。ない。あれがない。おい、どうでもいいけど。これを隠すのはひどいよ。ねえ。夜のドラマハウス。出演キャンディーズ野島昭雄、演出上野修。今週のテーマ優しい悪魔の最終回、脚本は滝沢不二雄でした。なお来週はキャンディーズと石丸ひろやの出演で、テーマはキャンディーズのあなたに夢中です。どうぞお楽しみに。世界中どこでもネスカフェ、ネスカフェでおなじみのネッスル日本がお送りした夜のドラマハウスを終わります。